この動画ではパナソニックホームナビゲーションの各種設定方法を紹介いたします。テレビ放送設定、本体裏に付属のミニ B キャスカードを挿入します。本体にテレビアンテナのケーブルを接続します。メニューのテレビを押します。設定開始を押します。次へを押します。お住まいの地域の郵便番号を入力して次へを押します。地上波デジタル放送のチャンネル検索を開始します。続いて衛星アンテナの設定が実施されます。設定が完了し終了を押すとテレビ視聴画面に移行します。地上波デジタル放送のみの場合はこの画面が表示されますので次へを押します。設定が完了し終了を押すとテレビ視聴画面に移行します。インターネット接続、ホームナビゲーションをインターネットに接続するには通信端末に接続されたブロードバンドルーターと本体に接続されたハブを LAN ケーブルでつないでください。インターネットのアイコンを押すとインターネットメニューが開きます。その他 LINE 連携、天気予報表示や安心アラートがご利用できるようになります。天気予報・安心アラート設定方法を紹介します。ホームナビゲーションをインターネットに接続し安心アラートを押します。初めて利用される場合は機能説明画面が表示されますので説明を確認し次へを押します。天気予報・安心アラート利用規約を確認後同意するを押します。機器情報の取扱い利用規約を確認後同意するを押します。天気予報・安心アラート設定画面が表示されますので未設定を押し地域設定を行います。お住まいの地域の郵便番号を設定します。テレビ放送設定を実施されている場合は郵便番号は入力済みです。郵便番号を入力し完了を押します。入力した郵便番号に間違いなければ次へを押します。地域の候補が表示されるのでお住まいの地域を選択します。地域が設定されます。次に2、河川設定・氾濫情報を押して河川設定を行います。未設定を押します。設定したい地域を押します。リスト下部の河川を表示させるにはリストの右側をタッチしたまま指を上方向にスライドしてください。登録する河川を押して登録します。設置リストに指定した河川が表示されます。河川は5つまで登録できます。次に3、火山設定・噴火情報を押して火山を設定します。未設定を押します。設定したい地域を押します。設定する火山を押して登録します。登録した火山が表示されます。火山は5つまで登録できます。次に4、鉄道設定・運転見合わせ・遅延情報を押して鉄道路線を設定します。未設定を押します。設定する鉄道地域を押します。設定する鉄道会社を押します。リスト下部の鉄道会社を表示させるときは河川設定同様の操作を行ってください。設定する路線を押します。リスト下部の路線を表示させるときは河川設定同様の操作を行ってください。登録した路線が表示されます。鉄道は10路線まで登録できます。 LINE 連携設定、 LINE 連携をすると機器操作や電気錠の施錠などが宅外から行えてより便利・快適な暮らしを実現します。お使いいただくには LINE とホームナビゲーションを連携設定することが必要です。ホーム画面のインターネットを押します。 LINE でおうちと連携を押します。 LINE 連携機能の説明をお読みいただき次へを押します。
宅外リモート接続機能を有効にするを押します。 QR コードが表示されます。画面下側に表示される聞きパスワード情報は LINE 連携登録で使用します。スマートフォンの LINE アプリを立ち上げます。お友達追加マークを押します。 QR コードを押します。モニターの QR コードをスマートフォンで読み取ります。表示された URL を押します。追加を押します。トークを押します。登録はこちらを押します。クラブパナソニックのログイン ID とパスワードを入力してログインを押します。宅外操作サービス利用規約を確認し同意するを押します。遠隔操作をする前にを確認し次へを押します。 LINE 連携サービス利用規約を確認し同意するを押します。先ほどホームナビゲーション画面に表示された聞きパスワードを入力して確認を押します。 LINE 連携登録完了です。 LINE アプリを表示を押してお使いください。ゴミの日設定。ゴミの日通知の設定方法を紹介します。ゴミの日を押します。機能説明画面が表示されますので説明を読み次へを押します。利用規約が表示されますので内容を確認し同意するを押します。設定画面が表示されますので未設定を押します。ゴミの日イベント設定画面が表示されます。まずアイコンの選択ボタンを押してアイコンを選択します。ゴミの日用、家族のイベント用から選択してください。次にイベントを押しイベント名を入力します。イベント名を入力して完了を押します。次に曜日を設定します。毎週を押し設定する週を選択します。毎週第1、第2、第3、第4、最終から選択できます。次に曜日を選択します。次に通知する時刻を設定します。時と分を押します。時と分を設定します。通知時刻は2つまで登録できます。各項目の入力が完了したら設定を押します。ゴミの日イベントが設定されます。イベントは最大10件まで登録できます。最新ニュース自動録画の設定方法を紹介します。最新ニュースを押します。最新ニュース録画の設置画面が表示されますので最新ニュース録画設定を押します。チャンネル設定で録画するチャンネルを設定します。設定完了を押します。ニュースが録画された後、最新ニュースを押すと録画されたニュースが再生されます。後付けエアコンも簡単登録。パナソニックホームナビゲーションは簡単に追加機器登録ができます。例えばご入居後に設置されたエアコンを Wi-Fi ルーターと連携していただくと、しばらくするとホーム画面に新しい機器が見つかりましたのポップが表示されるので、タッチしていただき表示された QR コードをスマホで読み取り、リンク先のサイトで対象機器かご確認をいただき次へをタッチ、新マークのついたエアコンをタッチいただくだけで登録完了です。エアコンだけでなく給湯器や照明も登録が可能です。以上で設定方法は終了です。パナソニック。